キングモーはアメリカ合衆国の男性総合格闘家。テネシー州マーフリーズボール出身。アメリカントップチーム所属。元ストライクフォス世界ライトヘビー級王者。リングネームキングの名付け親はジェイソン・メーヘム・ミラーである。高校ではアメリカンフットボールを行っていたが、高校2年からレスリングを始め、1999年にオクラホマ州高校王者となった。 セントラルオクラホマ大学に入学すると、4年時には、オクラホマ州立大学に転学し、レスリングの実績を重ねた。2005年、アメリカナショナルチーム入りを果たした。2008年3月、チームクエストに加入し、レスリングと並行して、総合格闘技の練習を始める。2008年4月26日、全米レスリングコンベンションでは、 フリースタイル8 4ラム級に出場し、決勝でアンディホロバットに勝利し、優勝を果たした。この時の様子が、長男両オフィシャルブログに書かれている。2008年6月、北京オリンピック、米国代表選考会のフリースタイル8 4ラム級の決勝でアンディホロバットに敗北し、オリンピック代表を逃した。この判定にもう 勝利を盗まれたと不ん外、本格的に総合格闘技に転向するきっかけとなった。2008年9月28日、戦局第5陣にホジャーグレーシーの代役として緊急参戦し、トラビスビューと対戦し、パウンドで TKO を勝ちし総合格闘技デビュー。その際、王冠と真っ赤なマントをまとい、美女4人を引き連れるなどの派手な入場と踊りを披露した。 11月1日の戦局第6陣では、ファビオ・シウバと対戦し、パウンドで TKO 勝ちを収めた。2009年1月4日、戦局のラン2009で、内藤聖也と対戦し、パウンドで TKO 勝ちを収めた。この試合より所属が、ジェイソン・メーヘム・ミラーらと結成した、キングダム・オブ・メーヘムとなった。この試合で、戦局との契約が完了した。 2009年3月20日、戦局第7陣のメインイベントで河村亮に判定勝ちを収めた。試合1週間前に膝前十字靱帯を損傷し、試合中にも右手中指を骨折した。2009年8月28日、M-1 グローバルでマークケアと対戦し、グラウンドに持ち込むとバックからのパウンドで TKO 勝ち。 当初はドンフライと対戦予定であったが、変更となった。2009年12月19日、ストライクフォス初参戦となった、ストライクフォスエボリューションでマイクホワイトヘッドと対戦し、右ストレートでダウンを奪ったところにパウンドを追撃し、小勝ちを収めた。2010年4月17日、ストライクフォスナッシュビルでゲガールムサシの持つ世界ライトヘビー級王座に挑戦し、 3から0の判定勝ちを収め王座獲得に成功した。2010年8月21日、ストライクフォス、ヒューストンで、ハファエル・カバウカンチとの初防衛戦に臨むが、3R にカバウカンチの膝蹴りと、パンチでダウンを奪われ、しがみついたところに、肘打ちの連打を受けて k o よ負けで、総合初敗北を喫し王座陥落した。2012年1月7日、ストライクフォス、 ロックホルド VS、ジョルディーンで、ロレンズ・ラーキンと対戦し、パウンドで小勝ち。試合後の薬物検査でアナボリックステイロイドの一種で、あるドロスタノロンの陽性反応が検出されたため、ネバダ州アスレチックコミッションから1年間の出場停止処分を受けた。2012年5月10日、ベラトア MMA、プロレス団体であるティネの2団体と同時契約を締結。 2013年1月24日、ベラトア初参戦となったベラトア86のライトヘビー級トーナメント1回戦でブシセミスワフ・ミシアラと対戦。1R で TKO 勝利し、初参戦初勝利を飾った。2月21日、ベラトア90のライトヘビー級トーナメント準決勝でエマニュエル・ニュートンと対戦。1R はやばや激しい打撃戦となるが、 ニュートンの放った左バックハンドブローで出身小負けを喫した。2013年6月19日、ベラトア96のライトヘビー級トーナメント1回戦でセスペトルゼリと対戦。パウンドでペトルゼリを出身に追い込み小勝利。7月31日、ベラトア97のライトヘビー級トーナメント決勝でジェイコブノイと対戦し、 危険で TKO 価値を収め優勝を果たした。2013年11月2日、ベラトア106のベラトア世界、ライトヘビー級暫定王座決定戦で、エマニュエル・ニュートンと再戦し、0から3の判定負けを喫し王座獲得に失敗した。2015年9月19日、ベラトア142のライトヘビー級トーナメント1回戦で、リントン・ワッセルと対戦し、 3から0の判定勝ち。同日行われた決勝は負傷のため棄権した。2015年12月29日、リジンファイティングワールドグランドプリー2015埼玉、3D エイスのヘビー級、トーナメント1回戦で、ブレッド・マクダーミットと対戦し、パンチラッシュで TKO 勝ち。12月31日、準決勝でテオドラス・オークストリスと対戦し、5から0の判定勝ち。 決勝で、イリープロハースカと対戦し、右フックで小勝を収め優勝を果たした。2016年12月29日、リジンファイティングワールドブランドプリー2016、無差別級、トーナメントセカンドラウンドの無差別級、トーナメント2回戦で、ミルコ・クロコップと対戦し、TKO 負けを喫した。2018年5月12日、ベラトア199、ベイダー VS、キング、 モーノベラとはワールドヘビー級トーナメント1回戦でライアンベーダーと対戦し小巻を喫した。2019年4月21日、リジン15のリジンライトヘビー級王座決定戦でイリープロハースカと約3年半ぶりに再戦。小巻を喫し、王座の獲得に失敗した。2012年5月、ティネと契約後、参加団体でオベにてトレーニングを開始。 10月4日には、ティネ年間最大の祭典といえるバウンドフォーグローリー2012にて、ボビールド VS、ジェームス・ストームのストリートファイトマッチで、スペシャルレフェリーを務めた。2013年、4月よりオベにて、ダークマッチに出場後、5月8日にオベテレビショーの J ベスト戦にてデビューした。ありがとうございます。